それでは新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。日本国内の感染者数は193人増えて1万9018人となりました。回復した人の数は41人増え1万6757人となっています。亡くなった人の数は1人増えて977人となっています。雇用の悪化に歯止めがかかりません。新型コロナウイルスに関連した解雇や雇い止めが見込み分を含めて3万人を超えたことが厚生労働省の調査で分かりました。観光客の減少や営業自粛の影響を受けた宿泊業が最も多く、飲食業、製造業などが続きました。治験で良好な結果が得られました。アメリカの製薬大手ファイザーとドイツのビオンテックは共同開発している新型コロナのワクチン候補を24人の健康な被験者に2回投与したところ、感染した人に通常見られる水準を超える抗体が確認できたことを明らかにしました。今月下旬にも最大3万人が参加する最終段階の治験を始めます。プロジェクションマッピングで犠牲者を弔いました。ブラジル・リオデジャネイロのキリスト像で犠牲者を追悼するためのプロジェクションマッピングが行われました。犠牲者の名前の後に6万人以上の命と、これまで死亡した人の数が映し出されました。そのブラジルでは感染が広がっている先住民族への対策も進められています。ブラジル軍は1日アマゾンの先住民族ヤノマミ族にマスクを配布しました。しかし着用しようとしたマスクの紐が切れてしまう場面も。先住民族ではこれまでにおよそ1万人が感染し、400人以上が死亡しているということです。およそ4ヶ月ぶりに夜の街が再開されました。タイ政府は1日新型コロナ対策として実施していたバーやナイトクラブなどへの営業禁止措置を解除しました。バンコクにあるナイトクラブではマスク姿の女性ダンサーがステージで踊るなど、感染予防対策をとって営業する様子が見られました。その他このようなニュースが入ってきています。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。